ラームクマール・ガネーシャンは、インドの映画プロデューサー、俳優、シバージ・プロダクションの経営者であり、父・シバージ・ガネーシャンや弟・プラブの主演作を手掛けた、チェンナイ出身。タミル語映画のスター俳優、シバージ・ガネーシャンの長男として生まれ、ビベカナンダ・カレッジで経営学の学位を取得し、卒業後は、父が設立した、映画制作会社、シバージ・プロダクションに就職する。 VC シャンムガムの死後にシバージ・プロダクションの経営を引き継ぎ、弟・プラブと共に同社を経営した。彼が手掛けた作品の中で最も成功した作品は2005年に公開された、ラジニカアント主演のチャンドラム・キオドル、アメリカ帰りのゴーストバスターだった。2009年には、アジット・クマールを主演に起用したオシルを制作し、同作は2010年に公開された。また、 俳優としても活動しており、プラブ主演のアラバダイナルマイディア・マルトヘンデンに出演している。2015年に公開されたシャンパールのマッスル踊るイナズマでは主要キャストとして出演している。ラームクマールには息子が4人おり、ダシュアンザ・ラームクマールはシュバージプロダクションで働く傍ら俳優としてサクセス、マチに出演しており、シュバージデーブも 俳優として活動している。老いのビクラム・プラブも俳優として活動している。シバージュガネーシャン生誕88周年の記念品を贈呈する情報、放送大臣、ベンカヤアナイドと記念品を受け取るラームクマール、プラブ。ありがとうございます。